どうも、こんにちは。GTMAX ガジェットブリタカです。今回は今月発売したエレコムの PD20W 対応の USB 充電器の話をします。 GTMAX。 今回紹介するのはエレコムのジャンと ECAC09WH です。これは2021年7月、今月発売されたばかりのモデルです。定価は税込み2167円。Amazon では1280円で販売されています。タイムセールの時には1099円で販売されていました。それではこちら早速開けてみましょう。ああ、破けてしまった。はい、こちら。まず同梱物がこちら、取説ですね。で、こちらが、本体になります。本体ですけれどもマットな仕上がりになってるんでサラサラして気持ちいいですね。同梱物は先ほど申した通り説明書のみです。レシートや納品書が保証書代わりになるのでそれらは捨てずに取っておきましょう。保証期間は1年です。それでは PD の性能を計測してみましょう。 iPhone11 の充電残量 1% から15分でどれくらい回復するか計測します。半から45分までやります。スペックです。 PD20W のスマホ向けの USB 充電器です。端子は USB Type-C、 サイズは 50×29×45mm です。重さは 52g です。ここプラグにトラッキング現象による火災を防ぐ絶縁キャップ付きのスイングプラグ機能を採用し折りたたむことができます。使用温度は0度から40度です。冬場氷点下になるようなところや今見たく夏の暑い時期に部屋の中で差しっぱなしにしてるとちょっと危ないかなって感じがしますね。サイズは Apple の PD 対応 USB 充電器を元にしているので最近の PD 対応 USB 充電器よりかは大きめですね。アンカーのパワーポート3ナノ 20W に比べるとこういう形になりますね。まずこの縦の長さはプラグ含めるとそんな変わんないんですよね。実はちょっともうちょっと近づいてみましょう。でここの厚みも実はそんな変わんなくて横幅だけはちょっとこのエレコムの方があるかなって感じがしますね。トータルで見るとそんなに大きくはないんですよね。でもう一個のアンカーナノツー 45W とサイズを比較するとこんな感じですね。奥行きがアンカーナノツー 45W の方がでかいですね。まあ 45W と 20W なんでそれしょうがないっちゃしょうがないんですけども、それ考えるとやっぱりこのアンカーナノツー 45W って 45W でこのサイズってやっぱ小さいんだなっていうふうに実感しますね。結果は15分で 32% でした。 PD20W 対応の USB 充電器は総じて 30% 以上15分で回復しているのでこのエレコムの USB 充電器は優秀な性能を誇ってますね。 Amazon で1280円でこの充電性能であればかなりコスパの高い USB 充電器ですね。ちょっと残念なところを言うとすればやっぱりサイズとね重さですね。このアンカーのパワーポート3ナノ 20W の発売以降より小型化された筐体が主流になっているのでエレコムが元にした Apple の筐体のサイズで今発売するっていうのはちょっと時代遅れかなって感じしますね。重さもアンカーパワーポート3ナノ 20W の約2倍あるのでちょっと軽いとは言い切れないんですよね。ただその分価格は抑えめになってるかなって感じがします。まあサイズと価格を取るかっていうのは人によりけりなんでそちらは自由に選んでください。エレコムの PD 対応充電器の残念なところなんですけれどもこれちょっとねよく聞いてもらいたいんですけどなんか妙にカタカタ言ってるんですよね。これ単体の不具合なのかそういう仕様なのかちょっと分かんないんですけどもちょっとここはね一回エレコムに連絡してみてこれカタカタ言うんですけども大丈夫ですかというふうに聞いてみたいと思います。今回はエレコムの ECAC09WH を紹介しました。まとめると性能は優秀、価格は安い、筐体は大きい、少し重い、こんな感じですね。コスパが良いのは間違いないので PD20W 対応の USB 充電器で少し安いものを探している方は一度手に取ってみてはいかがでしょうか。概要欄にリンクを貼っておきますのでよろしくお願いします。この動画が参考になったらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。